平野市用、神宮寺勇太、岸優太、ナンバーア指導から1ヶ月3人の初インタビューから伝わる愛と未来。11月15日に発売された、ナイロンジャパングローブルイシュー04で、ナンバーアイが W カバーを飾った。本誌では平野市用、神宮寺勇太、岸優太の3人のグラビアに加えて、1万字を超えるロングインタビューも掲載されている。 グループ結成後、本誌が3人揃っての初のメディア露出であり、予約受付開始からたった1日で発売前重版が決定するなど大きく注目を集めた。 カバーストーリーのテーマであるアクスチャンギングラブレターズイコールラブレターの文通の通りインタビューテキストに加えて今の彼らの気持ちが表現されたアート作品そして3人の現在を捉えたグラビアとともに読者やファンに向けてラブレターを届けた表紙ではアンバー色に照らされやや渋さをまとった表情の3人バークな色味を基調とした衣装に加え これまでとはまた違った大人の雰囲気でナンバーアイを印象付けた。一方のガイズ表紙、裏面では青空をバックに親した染みのある表情を浮かべている。ページを開いていくと柔らかいようの光に包まれてわちあわっちゃとした姿を見せる一コマも、澄ました表情と後ろ姿に色気も渋さも盛り込まれた。 バイリンガル仕様として英訳も平彩の一万字帳に及ぶインタビューでは3人が模索しながらもこうありたいという明確なビジョンやグループとしての今後の目標が語られ楽曲制作に挑戦したりダンスに磨きをかけたりと負荷をかけながらさらなる成長を目指すようなストイックな雰囲気も伝わってきた会話のラリーからは平野 神宮寺、騎士、三人の関係性も見えた。時々、誰もが想像だにしないコメントを挟む平野と騎士、それに突っ込みを入れる神宮寺。人見知りゆえ、天然に見られがちだがみはズバリと意見を言う平野、話を振ったり解説を挟むのがうまい神宮寺。三人の根本は変わらない。 とファンが一番に聞きたかった言葉を口にする騎士読者としても、文面から感じられる三人の変わらないテンションに思わず笑みがこぼれたのと同時に、これまでとは異なる環境にいることを改めて実感した。また、プレッシャーや責任を感じているなど胸の内を明かす一幕には、人間味を感じ、より彼らへの応援の気持ちが強まった読者もいるのではないだろうか。 平野神宮寺騎士それぞれがアートで表現したファンへの今の気持ち10月15日と米のトベようっつべチャンネル YouTube 生配信でヌンベリーナンバー愛の発表をしてから1ヶ月が過ぎた過ぎた。生配信や本誌のインタビューにもあったように今後の活動についてコンサートの開催を真っ先に目標に掲げた彼ら。 真っさらな状態から一つずつ色を重ねるように、ファンと過ごす日に向けて準備を重ねているようだ。メンバーそれぞれがファンへの今の気持ちをアートで表現するという企画では、大きなラブと愛を描いて特大の愛を伝えた平野大きなハートと自然という普遍的で大切なものを描いた神宮寺。そしてカジキマグロを描いた騎士。なぜに と疑問にも思ったが、その理由を知れば、騎士の覚悟が伝わってきた。生配信でも話していたが、改めてグループの方向性について、3人がそれぞれじっくりと自身の口で語ってくれたことで、ファンとしてもこのまままっすぐに応援していけたら、と気持ちを再認識できたのではないだろうか。イントロ、第一声、挙動どんなエンターテインメントと出会えるのか、その日が待ち遠しい。 ゆずつきひろみ。